ニンニクにから、ゆずえりからいきましょうね。ゆずの大柄からいきましょう。さあ、まずはこちらね、四国三地の名産物からいきます。八つ草の木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物に尊い薬剤のみかん、これまた珍味、磯の香りを味わいましょう。これにごまの香り、山椒抜かしてね、これ朝の実が入って、最後生の唐辛子をごまの油で焼きました。長野善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、のりの香りから、これにごまの香り、これにゆずの味、香りを加えましょう。さあ、作り置きね、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて万全調合中でございます。さあ、これもね、柚子ね、たっぷり入った、さらにね、海苔の香り、ここに辛味を加えたところでね、辛口柚子のね、大柄になります。朝晩の味噌汁からおしんこをはじめ、鍋物、煮物から、またおうどん、おそば、あらゆることや季節のお料理物用として美味しく召し上がります。お後ね、これね、ニンニクでいきましょう。さあ、これもね、四国讃岐の名産物からいきます。八つ草の木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物に尊い薬剤のみかん、これまた珍品、その香りを味わいましょう。これにごま、山椒抜かして、これは朝の実が入ります。最後、生の唐辛子をごまの油で焼きました。長野善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、海苔の香りから、磯の香り、これにごまの香り、これにニンニクの、ね、味、香りを加えていきましょう。さあ、需要、薬用と通りました、七味七色7種類、お客様に合わせて完全調合中でございます。ね、ニンニクね、たっぷり入れてみましょう。さらに海苔の香り、これに辛味を加えたところが辛口、これはニンニク入り大辛。さあ、需要、薬用と通りました、七味七色7種類、お客様に合わせて完全調合中でございます。お後、普通の中辛でよろしいですか。さあ、これもね、一泊固定大衆向けの辛さが中辛、江戸の名産物から江戸の香り、焼き用七色中辛、徳川山脈という4年の伝統でございます。さあ、海苔の香りから磯の香り、特製、これにごま山椒の香り。さあ、中辛にはまず一杯ね、こちらもね、シングル。さあ、ご利益からご愛嬌、ね、ダブルでいきましょう、ね、ダブルダブルサービスね。もう一杯ね、焼き草入ったね、これね、香りのいい、これは中辛、風味ね、香りで味わいましょう。さあ、製造から自家製糖直売、サンドサンドの出荷の友七色でございます。正面さんの香りで味わいましょう。自家製造直売の品物でございます。あ、すみません、1個目は牛すんの